食材を自ら調達、食への愛を再確認する企画、爆食レアグルメの旅。食材を求めやってきたのは三重県松阪市。今回調達するのはフェモラータオオモモブトハムシと呼ばれる虫。実はこの虫は三重県をはじめ愛知や兵庫などに生息する外来種。狙うのはその幼虫。実はとても美味とされ、まるで杏仁豆腐のような濃厚な味わいだという。どう？うまいな。ね、ここ？ここめちゃめちゃ絡みついてるけど、これクズ？そうじゃない？これとかクズなの？めちゃめちゃ太いやつじゃないそれ？はい、それはまさにそうなんですよね。これですか？はい。で、この中に幼虫が入ってたりすることがあります。これそうですね。すごい。幼虫だ。なんです？幼虫の方見つけれたんですよ。おめでとうございます。見つかった。はい。でそれ調理法を知りたくて。あ、なるほど。はい。まずね、真水っていうかこう塩入れらんでいいんで、はい、普通に茹でましょう。普通に茹でる。それから。ちょっとバターかなんかで炒めてもいいかもしれないです。美味しそう。ちゃんとした料理きた。フェモハムのバター焼きカマキリを添えて完成しました。まさかの一品料理完成したね。なんかコース料理のさ一品に出てきそうな。いただきます。プチプチする。ももが幼虫食べてる。美味しい。美味しいか。なんかマックのポテトの味する。どういうこと？だからね、バターがね。そうだよ、なんか油の味が。焦がしだから。本当に生き物すべてに感謝しなきゃいけないなと思いました。改めて食べること、食への感謝を感じました。